今日空気が澄んで綺麗だな。飛行機がすごく近くに見えるな。お疲れ様です。パサラルです。撮影中に飛行機が近くに見えるなんて言ってますが、 GoPro の広角レンズだとすごく小さいですね。肉眼ではとても大きく見えました。さて、今走っているところは奈良県王寺町の大和川沿いです。今回の動画は奈良くる C17 中条姫ルートを走った時の様子をお届けします。このルートは近くの三郷町から途中、中条姫伝説の残る田山寺の近くを通り御瀬市に至るルート設定になってます。それでは奈良くる C17 中条姫ルートスタートします。ありましたね、奈良くるの C17 御瀬中条姫ルートスタートします。前回金剛葛城山ルート走った時に、またその前の小瀬ルートを走った時に非常にマイクにノイズが乗ってたので、今回はちょっとマイクを外してみました。でそのまんまだったら風切り音がひどいので、GoPro に風防をつけて今回走ってます。ノイズの具合はどうでしょうかね。 GoPro に風防をつけたと喋ってますけども、今一つですね、なんとなくロードノイズが大きくて喋り声がこもった感じがします。 GoPro のマイクは前方を向いてるので、これは致し方ないのかもしれませんね。確かここは左のはずなんですけどね。奈良くるのルートは右なんですけど、ちょっと寄り道して左に行きます。案内板見えてきましたね。だるま寺、あ、右や。聖徳太子の愛犬雪丸、これは鹿マロ。もみじの青葉が綺麗です。青空に映えますね。この周辺は聖徳太子ゆかりの寺社仏閣が多いですが、このだるま寺もその一つです。だるま寺の拝観時間は土日であれば朝の10時から15時まで自由に参拝ができます。また希望するとボランティアの方に案内もしていただけるそうです。この日は土曜日の9時過ぎで、動画撮影しているとボランティアの方が早めに本堂を開けていただきました。おかげで貴重なお像を礼拝することができました。本当に感謝感謝ですね。
それでは今から奈良くるのルートに戻ります。生どら焼き美味しそう。しかしなぜこの国道168号線いつもだだこみのこの道を通すルートを引いたのかというのはなかなか疑問ですね。昨日かなり大量に雨が降ったおかげで今日は空気が澄んで二条山、葛城山がよく綺麗に見えますね。抜けたいけどここはぐっと我慢。そうね、いやここをすり抜けてって万一左にバランス崩したら大変なことになるよな。分かったって。もう少ししたら中和幹線なので中和幹線のとの交差点でこの国道168号線ともさよならですね。歩道橋を通して歩き、うわ向こうに渡るのか。左は中和幹線ですね。私が十数年前に奈良にいた時はここまで確かできてなかったって、ちょっと向こうの交差点のところまでしかできてなかったんですけどね。なかなか奈良って何回か行ったと思うんですけど古い町並みが多くて、まあ、東西南北両方ですけど幹線道路っていうのが少ないんですよね。まあ、その中で奈良盆地の南の地域の唯一の大きな幹線道路がこの中和幹線じゃないでしょうかね。よし、横断歩道クリアしたので再スタートします。柏川の起点だったところですね。いやここ通すんだったら国道の168号線の途中からこの道に合流する分岐する道があったと思うんだけどな。そしたらあの横断歩道も渡らずに済んだのにな。なぜあの横断歩道を通すようなルートを引いたのかちょっと不思議ですね。
中条姫ルートから少し離れるんですけども、せっかく中条姫ルートを走ってるんで、その中条姫の、伝説の舞台というか元となったお寺、大間寺にちょっと寄り道をしたいと思います。大間寺に立ち寄って戻ってくると行列ができてました。並ぶかどうか迷ったんですけども、まあ妻へのお土産として中条餅を買いたかったので並んで購入しました。大間名物の中条姫というものがあったので買ってみました。ちょっとここでは食べられないので妻へのお土産として買って帰って一緒に食べたいと思います。いや、奈良の青垣が非常に綺麗、見渡しが良くて綺麗に見えますね。こんなに晴れたの久しぶりちゃうかな。
ここが奈良クル C17 中将姫ルートの五瀬川起点クジラ東交差点になります。今回は中将姫ルートを3号町からここ五瀬市まで走ってきた様子をお届けしましたが、このルートを走るのであれば中将姫伝説の残る田山寺は外せないでしょうね。境内を見て回るだけだったら無料ですので立ち寄ることをお勧めします。また近くの中将餅も非常に美味しかったですね。さてこの後ルート案内の動画が続きますが、一旦今回の動画はこの辺りで締めたいと思います。今回もご視聴していただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。